んにちは、池田真子です。はい、今回は無印の購入品と福缶を開けていきます。皆さん今年は福袋買いましたか？私もこの前配信で 3COINS とナチュラルキッチンの福袋を開けたところなんですけど、今回はねこちらの福缶を開けてみたいと思います。購入品も合わせて紹介するのでぜひチェックしてください。はい、じゃあまずこちら、ででん、福缶です。こちらは2022円なんですけど、この福缶の中には2022円分のギフトカードと、あと縁起物が1点入っています。で、縁起物は14種類の中から1つこの中に入っていて、ギフトカードはねもうそのまま使えるので、もう全くマイナスのない損のない福缶になってます。じゃあ早速どんな縁起物が入ってるのか開けてみますね。そこがね缶詰みたいになってます。楽しみ。せーの、おぉ、開かった開きます。はい、まず無印のギフトカードが入ってました。さあ中身を開けます。せーの、わっ、おなんか白黒、おぉかわいい。これなんやろ。はい、こちらは岡山県で作られた虎になっています。なんかよく見るとね、この指の部分とかゴールドになっててすごいおしゃれです。お部屋にも馴染みそう。はい、こんな感じでね、いろんな動物が入ってるみたいです。これ抽選でゲットできるので、またもし来年ね去った時はぜひ抽選してみてください。はい、じゃあここからは通常通りの購入品紹介していきます。こちら、携帯用ファブリックミストです。 20ml 入って490円でした。これはね確か香りが4種類か5種類ぐらいあって、その中のフローラルっていう香りにしました。はい、蓋を開けるともう普通にスプレーになってるので、このまま布とかに、こういうソファーとかクッションとかにシュッシュッてするとお部屋がいい匂いになります。ちょっと大きい粒はね濡れちゃったんですけど、すぐ乾くと思います。あー、いい匂い。結構ね爽やかなフローラルの匂いです。全然甘ったるすぎないです。結構ね柑橘系とも迷ったんですけど、なんか癒されたい時はやっぱフローラルかなと思ってこちらにしました。なんかやっぱ最近香りってすごい癒し効果あるなと思って、お部屋でもこうアロマオイルをこう垂らしたりとか、ディフューザーに入れたりとかもしたりするんですけど、なんか外でも外出先でもこちらが使えるって思うと、なんか外でも癒されてすごいいいなと思って今回買ってみました。はい、次こちら、アロマストーンを購入しました。こちらはお値段690円です。これはねすごい人気の商品で、白とグレーがあるんですけど今回白にしました。はい、中を開けるとこちらのトレーとあとストーンが入ってます。こういう感じで置いて使えます。なんかさ、雪見大福みたいじゃないですか。お餅みたい。なんか食べたくなりますねで、こちらの使い方はちょっとねよく見るとこの真ん中がへこんでるんですけど、ここにエッセンシャルオイルを5から10滴垂らすだけで使えるみたいです。じゃあその染み込んだエッセンシャルオイルがゆっくりとこう揮発して香りが広がっていくみたいです。まあ、これだけシンプルだったらどのお部屋にもね馴染むと思うし、ちょうどこうくぼみがあるので、そのエッセンシャルオイルとかがそう流れてしまってっていうこともないと思うので、すごく使いやすいんじゃないかなと思います。うん、とにかくこの丸みがなんかすごい愛着湧きますね。はい、次こちら、アカシアプレートです。これはお値段1490円でした。直径がねだいたい約26センチのプレートになってて、結構大きめです。で、横から見ると結構フラットなお皿になってて、いろんな食材を置けると思います。こういう木のお皿に置くだけで料理もすごいこう映えて見えるし、おしゃれな雰囲気になるので、1個持ってるとね便利だと思います。ワンプレート料理とかにも使えそうですよね。でね、この木目とかも一点一点柄が違ったり色味もね変わったりするので、自分の好みのね柄を見ながら選ぶのがいいと思います。で、こういうね天然のものはレンジやオーブンは不可なのと、あと熱湯とか水にねずっとつけておくっていうのはあんまり良くないので、しっかりと洗ったらこう乾燥させて使うのがいいと思います。はい、次こちら、メントウールで真冬もあったか U ネック8分袖 T シャツです。これお値段が1490円でした。カラーが4種類あって、今回ライトベージュを選んでみました。
無印のねこういうインナー買うの初めてなんですけど、ちょっと試してみたいなと思って買ってみました。はい、開けてみるとこちらです。私 JU とかユニクロのこういうインナーはね着たことがあるんですけど、無印は特にこう起毛素材とかにはなってなくて、でもなんか肌触りがすごいいいです。保温性に優れた天然素材の肌着みたいです。で、U ネックもそんなに湧きすぎてないので、シャツとか上から着ても全然見えたりしないと思うし、だからといってこう寒すぎないというか、なんか程よい秋具合かなと思います。で、8分袖なのでニットの中から肌着が見えるっていうのも防げると思います。まあ、実際あったかいかは着てみて過ごしてみないとわからない部分ではあると思うんですけど、なんかとにかくすごい肌触りが良くて、ちょっと着てみるのが楽しみです。全体はこんな感じです。裏起毛とかだと結構ね、あの中の素材が毛玉になってきたりとかして、ちょっとチクチク感が気になるって方もいるかもしれないんですけど、そういう方とかはこういうタイプの方がもしかしたら着やすいんじゃないかなとかも思いました。はい、最後の食べ物です。こちら十穀米のおかゆ、お値段が190円でした。なんかね、これ買い出しに行った時におかゆが食べたくなったんですよ。で、十穀米のおかゆってそういえば食べたことないなと思って初めて買ってみました。で、食べる時はもう湯煎かお皿に移してレンジで温めるかっていう感じで食べれるので、ちょっと今日ご飯に時間かけたくないなとか、体調をもし崩したっていう時とかにもぴったりだと思います。23年の3月4日まで持つので保存食としても良さそうですよね。で、1袋で83キロカロリーなので普通のご飯食べるよりはカロリーも低めだと思います。化学調味料、合成着色料、香料も不使用なので、ちょっと体に気を使いたいとか、おかゆ食べたいって方はね、チェックしてみてください。実際食べてみたのがこちらです。はい、ということで今回は無印の購入品を紹介しました。無印はネットでも購入できるので、もし気になるのがあったらチェックしてみてください。そしてこの動画が良かったなって思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。では、池田真子でした。バイバイ。